岐阜県政ホットラインスタート。みなも、今日は何をしに来ているの？ゴミを拾って川をきれいにする活動だね。どうしてスマホでゴミの撮影をしているの？みなもが使っていたのはゴミ拾い専用アプリピリカです。ピリカとはゴミ拾いなどの清掃活動の様子を発信共有し、ユーザー同士がありがとうなどのコメントを送り合うことができるアプリです。ゴミ拾いの活動がより楽しくなりますね。県が開設している清掃活動ウェブページクリーンアップ岐阜のサイト上では、現在位置周辺の地図上に清掃活動が行われた場所が表示されたり、拾われたゴミの画像や回収量などが閲覧できたりと、清掃活動の見える化がされているんです。 SDGs17 の目標の中のターゲット14、海の豊かさを守ろう。豊かな恵みをもたらす海は私たちの身近な川とつながっています。海のない岐阜県であっても、川を守ることは海を守ること、ひいては地球や地球上に住む生き物を守ることにつながっています。県では海洋ごみ対策としてオール岐阜での清掃活動を進めるため、清掃活動ウェブページクリーンアップ岐阜海まで届け清流を開設しました。県内全域の清掃活動の成果のほか、重点モデル区域である垂井町と高山市において車載カメラの画像を AI により解析し、散乱ごみのヒートマップを掲載します。垂井町では県の重点モデル区域に指定されまして、ピリカというアプリをですね、活用して清掃活動につなげるのと同時に、町内の散乱したゴミの実態調査を実施したいと、そのように考えております。この垂井町の自然を次世代につなぐために、全面的に垂井町も取り組んでまいりたいと思っております。一人一人が身近な地域をきれいにする取り組みの輪を広げ、岐阜の清流を海まで届けましょう。岐阜ちゃん岐阜放送では、岐阜県政ホットラインをはじめ、地上デジタルデータ放送や岐阜ちゃんラジオなどを通じて県政情報をお届けしています。これらの番組に対する皆様からのご意見ご感想を募集しています。ご応募いただいた方から抽選で5名様に飛騨牛券をプレゼントします。詳しくはギフチャンホームページをご覧ください。次回も見てね。